明太マヨ味のポテロングと、わさび味のおつまみバカウケ。こちらを一つとも食べていきたいと思います。じゃあ、はい。まずは、バカウケのおつまみパラパラ。おつまみパリパリ。あ、ちっちゃい。バカウケのミニサイズですね。ミニサイズのわさびエンドウ豆味。美味しい。すごいわさびのツーンとする感じ。ピリピリしてて。美味しい。ちょっとわさびが強めなんですけど、ツンとして美味しい。では明太マヨ味を。あまり明太っぽくないですね。明太マヨっぽさ、味はあんまり、しないんですけど、まろやか感はありますね。後味で喉に若干ツンとくるというか、あれ？でもわさびかな？あれ？でも、きっと後味に明太っぽさが出てると思います。どちらもきっとピリッと、美味しい。ピリッと感はやっぱりこっちの方が強いですけど、とても美味しい商品でした。おしまい。